ボビーアテレザーのボビーです。ですね、まあ今ちょうど、新作をですね、作っているところです。まあ普段ねどんな感じで作業してるのかなとか、まあアトリエでねどういう過ごし方してるのかなということをちょっとまあレポートを兼ねてですね、ちょっと喋り持ってやろうと思います。ですね、もう普段まあ出歩くとき以外はですね、まあずっとこう何かしらのこういう仕事をしてるんですけどもね、そうですね、いつもこう誰かのことを思ってやってますね。やっぱこれを今まあこの新作を作ってるんですけども、これをですね、とある方が被るわけじゃないですか。その方のことをですね、考えながらいつも作ってるんですけども、まあものづくりっていうのは多分いろいろあると思うんですけど、僕の場合はいつもそうですね。でまあこれが完成した時はね、またブログにもアップしようと思うんですけどもね、キャスケットとかを作る工程とかのね、プロセスっていうところを僕、まあ、ブログとかにも載せたりしてるんですけども、まあ、そんな感じで作ってるんですけどもね、まあ、そこをまた、ご覧いただければと思います。革ジャンもそうですし、まあ、他のオーダーいただいたアイテムもそうなんですけども、同じような感じで、こう、手作業でですね、まあ、一足飛ばしもできませんのでね、こういう感じで、過ごしております。ね、また気になる方とかね、いましたらね、また遊びにいらしてください。へーっていうこともいっぱい、多分、ね、僕にとっては当たり前のことかもしれんけど、へーっていうこともあるかもしれんしね、こういう過ごし方をいつもしております。じゃあね、またね、バイバイ。